東京太郎から西山智則への手紙。よう友、久しぶり。西山くん、挨拶は抜かせてもらうね。大阪にいるときに、ペットと映画見に行く途中に、渡辺さんから連絡が来て、西山がパクられた、って聞いた。その時から4日間は頭が真っ白になったよ。弁当持ちか工房で持って行かれたら衝撃は間違いないから。こんなつまらない世界でお前がいなくなったらもっとつまらなくなるぜ。実際今つまんねえし、お前がパクられてからいろいろ考えすぎて元々の歯の歯ぎしりがひどくなって入れ歯が割れたよ。お前が持って行かれた時はその時お前の周りにいたやつに会ったりした。てめえら、体張ってでも西山のこと止められなかったのかよ。とか、西山くんがバカンスで北海道に行っているのに、揉め事避けるようにできなかったのかって。俺はお前がパクられないように体張ってきたつもりだ。西山の腰巾着とか、西山の金魚の糞って、バカにされても別によかったよ。だって俺はお前のそばにいることが俺の誇りだったし。教育行って酒やめろとか健康になって帰ってこいとか俺は思わない。ただなるべく早く帰ってこい。だってつまんねえし。西山くんが俺のことを親友って言ってくれて俺は心底嬉しかった。お前が帰ってくるまで俺は俺で配信とか仕事とか精一杯頑張るよ。だからなるべく早く帰ってこいよ。俺も疲れちゃうから。赤落ちして美味しい飯いっぱい食ってこい。また会うときは楽しみだな。朝から朝まで飲もうぜ。 PS 愛すべきポンコツ屋。